霊光古城は、那族によって建設された、中華人民共和国雲南省霊光市古城区の旧市街地。霊孔古鎮とも、本来は大県鎮と称する。1997年にユネスコの世界遺産に登録された。那族は8世紀、現在の青海省付近から南下してきたと言われている。南下した当時は、 ミガクサと呼ばれる小国を建国していたが、党により、猛者省に編入された。霊光古城は、南宋末より現代に至る800年の間に、近隣のチュベット民族、ペイ族、漢族の影響を受けつつ、ナシ族の政治、経済、文化の中心地として機能してきた。霊光の旧市街の建築物は、ほとんどが1から3階建ての木造瓦武器であり、 4156個の住居が密集している。霊光古城の伝統的な住居形式は、平面配置の特徴から、連ね配式と合院式の二つに分けられる。連ね配式は街路に面して、間口が並ぶ長屋であり、二階建てが一般的である。一階部分は、店舗、二階以上の部分は、居住や倉庫として利用され、主に交易の盛んな商業区に見られる。 合引式は天井を中心とした一から二階建ての家屋の集まりで、周囲は壁に囲まれており、通りに面した壁面に門がある。白族、漢族の影響を受けて成立した住居形式であり、三宝一障壁など多くの形態が存在する。仏教や道教の仏像もあり、少数民族によって書かれた霊光壁画が残る。 南宋松の正将の豪族の防波は宋による、城である、寄付も残っているが、旧来からの建物は1996年に起きた地震で崩壊し、その後修復、再建された。霊光の旧市街は、世界遺産登録の影響によって、急激な変容を見せている。生活市場だった、商業区が、土産物街へと変化し、そこに働く外部の人間が、 新たに流入したために人口密度が上昇した。そのために外観は伝統形式のままながら内部はディスコやカフェ、ライブハウスなどに改装された住居が増え、旧市街のなし族の人口比率は次第に低下しつつある。また森林資源の減少による建材不足や景観保全ガイドラインの厳格な運用によって 建物保全の経費負担が増大したため、本来の住民である、ナシ族は、安価に住める、新市街へ移転したり、建物の修復を放棄してしまう例が見られ、霊光古城の伝統的住居の存続が危ぶまれている。現在、霊光古城は、中国人の間でも、非常に人気のある、観光地となっており、四季を通じて、多くの観光客が訪れている。特に、 夜は昼間にたまり雪山などの郊外に行っていた観光客が戻ってくるため主な通りは大変な混雑となる。中心部にある四方街という広場の周辺は前述の通り外観は伝統形式のままながら内部はディスコやライブハウスなどになっているため現代的な音楽が表通りまで聞こえてくるなどの弊害も生まれている。ただし中国の若者の間では 夜間のライトアップの美しさに加えて夜の楽しみも多いことが人気に拍車をかけている面もある。霊校古城の主要部分は以前は入域するのに古城維持費80元を支払う必要があったが2018年に50元になり2019年に廃止された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし 登録された。ありがとうございます。